イメラジオ第3884回。今日は令和4年7月19日火曜日です。時刻は午前8時、横浜港北、火曜の朝となりました。7月ももう19日ですね。夏真っ盛り。夏は遠くが見えず、丹沢に雲が今日はいっぱいかかっていますね。曇ってはいますが、明るさもある、そんな一日です。気温がそんなに上がっていないので、吹き込んでくる風はとっても爽やかです。さて、3884回目の夢ラジオ、今回は神谷宗平と統一教会、こんなタイトルでお話しましょう。神谷宗平と統一教会。参政党が国政政党となり、松田代表、神谷副代表もそれぞれ決定し、参政党に注目、そして期待が集まっています。保守新党の中から議席が出た、これは喜ばしいことで、私も参政党および神谷さんには期待するところ大。そしてその神谷について、統一教会との関係、これについて今回は考えてみましょう。神谷さんご自身は、自分は統一教会とは何の関係もないし、参政党も統一教会とは何の関係もない、このようにおっしゃってはいますね。ブログでそうお書きになっていましたが、その一方でですね、自民党の議員も統一教会の集会に出てることは多々あるし、統一教会はそもそも保守ですとか、こういうことも言ってるわけなんですよ。だからこの辺、神谷さんは脇が甘いんですね、やっぱり。確かに統一教会の設立経緯からして、岸信介、笹川良一、この辺りの人と関わり合っていて、統一教会はね。で、岸信介は自民党の、まあ言えば保守本流なわけでしたから、自民党と勝共連合および統一教会との関係はズブズブだったと言っていい。ですから安倍元首相と統一教会の関係が話題になりましたが、安倍元首相も彼がある日統一教会の教えに目覚めて、これは素晴らしい宗教だと思って、そしてその統一教会の集まりに出ていたんでは全くなく、おそらく安倍さんは統一教会がどういう宗教なのかはそれほど知らなかったろうと思われます。ところがそれこそ岸信介、安倍晋太郎、そして安倍晋三というこのラインで、統一教会および勝共連合との関係が続いていましたから、安倍さんもその関係を続けざるを得なかった。統一教会の教義そのものは私は実はよく知りません。ただしそれが日本の保守とは似ても似つかぬものである、どころか日本の保守にとってはかなり有害な、そういう教えだろうというのがなんとなく見えてきますね。あまり勉強する気がしません。ですからそういう場所にそもそも安倍さんが言っていたこと自体がちょっと変なんですよ。ただし宗教の教義という点を抜きにすれば、
勝共連合、共産主義に勝つというあの思想は、確かに自民党の反共思想と共鳴し合う部分もあり、だからその意味では、まあ神谷さんが統一教会が保守であると言い切っちゃったのも、まあわからないわけではない。ただし、教えとして見た場合、統一教会はかなり日本の保守とは真逆の、そういう教えを展開している団体でもあります。そして神谷さんなんですが、なんとその神谷さんがですね、単に統一教会のお方と何かしら面識がある、そんなレベルではなくて、もっとズブズブなんだと、そういう指摘が NHK 党幹事長の黒川敦彦からここのとこなされていますね。黒川はまず神谷宗平と笹川一族との関係を取り上げていました。で、この神谷さんは笹川一族と付き合ってたことは認め、理事やってたことも認めはしたが、別に統一教会とは関係ないよという、そういう物言いでした。が、この笹川良一さん、そしてその後続く笹川一族っていうのは、戦前戦中の満州アヘン人脈につながる日本の黒幕と言ってもいい、そういうお方たちで、そのような方たちと割と気軽に付き合う神谷宗平って何という、そういう問いはあっていいでしょうね。政治の世界に足踏み入れていて、そして笹川一族と気楽に付き合うことってありかと。もちろんその笹川一族と神谷が何かしらの関係があったとして、それは多分統一教会めいたものではなかったでしょう。だから神谷さんの主観から見た場合、統一教会と関わり合っているつもりはなかったかもしれないけど、まあその笹川さんに始まる人脈はですね、それこそ満州アヘン、戦後では協定、一日一善のおじさんですよね。世界は一家、人類は皆兄弟。東京の道歩いてるとね、笹川良一が母親をぶってる像を結構見ることありますよ。割とあっちこっちで。で、その笹川一族と何も知らずに、交流する神谷宗平。この辺も脇が甘いんですよ。そして何より NHK 党黒川幹事長はですね、まあ、最近この神谷がなんと統一教会の幹部であるという疑惑を出し、そしてそれが副島孝彦の文章からその情報を取ったというふうに黒川は言ってるわけですね。ただし、ここで名が出てくるこの副島孝彦さんというお方はですね、結論から言ってしまうと、もう終わっちゃってる人で、言論人ですが終わっちゃってて、もうここ10年ぐらいは予想を外しまくってる、そういう人なんですよ。もう相手にされていないと思います、副島さんは。で、急いで付け加えるとですね、ただしこの副島さんは実は日本のリバタリアニズムの先駆けといえる人で、そしてかくいう私もその副島からリバタリアンになったと言っても過言でない。だ、その意味では学問のある先生とも言うべきお方なんですよ、副島さんは。ですから私は副島についてはもう予想外してるとか、もう言ってることが支離滅裂とかっていうのを最近あんまり
言ってはいないんですね。それはやっぱりかつての副島さんのもう揺るぎなき日本リパタリアリズムにおける足跡があるので、それはもう尊敬しないとダメだと。しかもね、副島さんすごいのは2008年のリーマンショックの時、その半年ぐらい前に大きな金融恐慌来るぞっていうのを予言してて、ね、あの時私副島の本を割と出れば買って読むっていう、そういう読者でしたから、わあ副島さんすごいなと。だからあの時がでも絶頂で、2008年ので、その後副島さん外し続け、そしてもう言ったら言いっぱなしっていう、こういう状況になってしまい、でいつしか言論から忘れ去られ、でそういうお方をその NHK 党の黒川は今更持ち出して、その副島さんが言っている神や統一教会幹部説みたいなのを出してるわけですよね。これはまずいと思いますよ。黒川がやってはいけないと思いますね。で、何度も言いますが、副島さんはもうご著書もたくさんあるお方なんですけど、ここのとこ北朝鮮で戦争が起きるとかね、自分のところには世界の中枢の情報が3日遅れでやってくるとか言ってくるけど、全然当たってないわけですよ。で、そのようなお方の、しかも真偽不明な情報で神谷が統一教会幹部だと、まるでそれがね、事実であるかのように言うのは良くない。だから本当は黒川のブレーンか誰かがいてね、黒川さんと副島の文章なんか元にして言論しちゃダメですよって、副島さんもう終わっちゃってますよっていうふうに言わなきゃいけないんだけど、多分そんなブレーンが黒川の周りにいるはずなくて、所詮 NHK 党であり、所詮翼の党だから、だからやめた方がいい。そして黒川としては、その副島さんから聞いたと言いながらですね、でその裏取りしなきゃいけないから、副島にアプローチしようと思っても、なかなか副島からレスポンス来ない、来るわけないそんなの来ないよ。これからもいくらアプローチしたって出所不明なんだから、多分。神谷宗平と統一教会、この関係っていうのは、神谷さんの主観から見たら全く関係ないですよ、そういうことだと思うけれど、自分でそう思っていても、お付き合いする相手が統一教会っぽければ、これはやっぱり神谷宗平と統一教会には何かつながりがあるんだと言われてもやむを得ない。特に笹川一族っていうのは、まあ良きにつけ悪しきにつけ、やっぱ慎重に付き合うべきお方々なので、でそういう方々とひょいっと、これユダヤに関してもそうだよね、慎重に付き合わなきゃいけないお方々なのに、ひょいっと交流し始めるのが神谷さん、何でも見てやろうっぽくね。それは神谷さんの好奇心の広さ強さでもあり、ただしもうバックパッカーの青年じゃないんだ、神谷はもうバックパッカーの青年ではない、世界何でも見てやろうなんかもうできない。でその時にまだ青年の心で、そのある意味こちらの主観だけで付き合ってると、ちょうど今黒川から言われているような、そういう疑惑が持たれるし、持たれてしょうがないと思いますよ。神谷さんは脇甘いんだもん。夢ラジオ第3884回、今回は神谷宗平と統一教会お話ししました。朝の放送はここまでです。